アダム・ファーガソンアダム・ファーガソンは、スコットランドの歴史家、道徳哲学者である。古典的自由主義の人物であり、社会学の歴史においても重要な人物である。スコットランドのパース近郊のロージ子レートに生まれた。セント・アンドルーズ大学で学び、1745年から従軍牧師となり、オーストリア継承戦争で、ベルギーのフォントノワの戦いに従軍した。 1754年に軍を止め、学問の世界に入った。1757年に、デイビッド・ヒュームの後を継いで、エディンバラ弁護士協会の図書館長となるがすぐに辞めて、ビュート伯爵の屋敷の個人教師となった。1759年に、エディンバラ大学の自然哲学の教授となり、1764年に、道徳哲学の教授となった。 1767年の市民社会史論は注目を集め、いくつかの言語に翻訳された。アメリカの独立をめぐる動きの中では、フランス革命を称賛する立場のリチャード・プライスが発表した、オブザベーションズ・オン・ザ・ネーチャー・オブ・シビル・リバティに反対する立場に立ち、和平を求める1778年のカーライル、和平施設団の事務局となったが、 この施設団は成果を上げることはなかった。1783年に大作、ローマ共和国政水進を出版し、多くの読者を得、何度か改訂を行った。1785年に教授職を止め、自らの講義録を編集し、1792年に道徳、政治科学原理として出版した。70歳でヨーロッパを旅し、イタリアを訪れた。 1795年からピブルズ近くのニードパス、キャッスルなどで暮らし、セントアンドルーズで92歳で没した。ありがとうございます。